メドフォードはアメリカ合衆国マサチューセッツ州の中央部ミドルセックス郡の南東部ボストン市近くに位置する都市であるミスティック側に沿いボストン中心街から北西に5マイルにある2010年の国勢調査では人口56173人だった市内には名門私立の多仏大学があるメドフォードは1630年に チャールズタウンの一部として入植された。植民地総督を務めたトマス・ダドリーがそこをミスティックと呼び、それが長く続いたが、その後、ダドリーの仲間がメドフォードと改名した。1634年、ミスティック川より北の土地が元総督のマシュークラドックの私有プランテーションとなり、その対岸がマサチューセッツ湾植民地総督ジョンミンスロップに属する。 テンヒルズ農園だった。メドフォードという名前は、ミスティック側の浅瀬そばにある草地を表したもの、あるいはクラドックが知っていた可能性のあるイングランドの地名、すなわちスタッフォードシャーのケ馬バーツールに近い、メイフォードあるいはメッドフォードの小集落であるか現在のサンプトンシャーのトースターとなっている、メイドフォードあるいはメドフォードのパリッシュからという説がある。1637年。 ミスティック側に架かる最初の橋が現在クラドック橋が架かる場所に建設されメインストリートからメドフォード広場に入った1787年までこの橋がミスティック側に架かる唯一の橋だったので北からボストンに入る交通の主要ルートとなった同時代には私船も使われ浅瀬によるとかも行われていた この橋は1880年と1909年にも付け替えられた。1656年までメドフォードの北部はすべてクラドックとその証券者あるいはエドワード・コリンズが所有していた。メドフォードは特別なあるいは私有プランテーションとして統治された。土地が異なる一族の数人の間で分けられるようになると新しい所有者は会合を開いて決断を行うようになり、 チャールズタウンのタウンミーティングとは次第に独立した形になった。1674年、調整委員会が選出され、1684年、植民地議会が独立して金を集めることを承認し、さらに1689年、議会への大議員が選出された。町は1690年に独自の宗教集会所を所有し、1696年には、 平身との集会所を持ったミスティック川より南の土地はミスティックフィールドと呼ばれていた。そこは1754年にチャールズタウンからメドフォードに移管された。この城都にはチャールズタウンウッドロッツを含み当時ウーバンであった場所の一部も入っていた。メドフォードの一部が1811年にチャールズタウンに1850年にウィンチェスターに 1879年に、モールデンに渡された。さらに、モールデンから、エヴァレットから、再度、モールデンから一部がメドフォードに渡された。メドフォードの人口は1700年の230人から、1800年には1114人になっていた。1880年以後に人口が急増し、1900年には18,244人に達していた。 1840年代と1850年代から農地が区画に分けられ、住宅や商業施設を建てるために売られた。政府サービスが人口とともに拡大され、技術の進歩が普及してきた。タフツ大学は1852年に認証され、タフツのクレイン神学校が1869年に開校された。メドフォードは1892年に市として法人化された。 レンガ、タイル、ラムシュ、メドフォードクラッカーズ、クリッパー線の製造など工業の中心になった。クリッパー線のホワイトスワローとキングフィッシャーはどちらもヘーデンカドワースで建造された。17世紀、一握りの行動が住民に使われていたが、道路網は18世紀に長期の拡張を始めた。メドフォードタンパイク会社が1803年に法人化されたが、 1866年に現在のミスティックアベニューを市に渡した。アンドオバーターンバイク会社が1805年に法人化されたが、現在のフォレスト通りとフェルズウェイウェストを1830年にメドフォード市に渡した。その他主要な商業流通プロジェクトには1803年のミドルセックスウンが1830年代のウェストメドフォードに通ったボストンローエル鉄道。 1847年にメドフォードセンターまで伸びたボストンメイン鉄道があった。馬が引く路面鉄道が1860年にサマービルとチャールズタウンで運行を始めた。路面鉄道のネットワークは様々な民間会社の手で拡張され、1890年代には電化されエヴァレットやボストン中心街へのトロリーが利用できるようになった。路面電車は20世紀に バスに転換された。週刊高速道路93号線が1956年から1963年の間に建設された。1868年、フランスの天文学者かつ博物学者、エティエンヌ・レオポール・トルーベロが、マイマイガを使ってより、良い開口を育てようとしていた。ガのいくつかが、マートル通り27にあったその家から逃げ出した。それから10年の間に、 この画が近隣の植生を裸にしてしまった。それが北、アメリカに広がった。19世紀、ハイドリンの酒場や寄宿舎で、地元住民、ジェームズ・ピーア・ポントが、メドフォードからモールデンまでのソリのレースを見た後に、ジングルベルを描いた。別の地元住民、リディア・マリア・チャイルドが街を通って、祖父母の家に行った時に詩を書いて、それが、古典的な歌。 オーバーザリバーアンドスルーザウッドになった。1790に描かれたバンカーヒルからミスティック側にかかるモールデン橋の絵メドフォードが背景にあるメドフォードは世界でも最大級に有名な料理本の作者ファニー・ファーマーの出身地である。ジェームズ・プリンプトンは1863年に4輪のローラースケートを発明したものとされており、 アメリカ合衆国やヨーロッパに急速に広まったローラースケートブームを作った。ジョージ・リューサースターンズは工業資本家であり、ジョン・ブラウンの秘密の6人の一人だった。奴隷制度廃止運動に対するその情熱が彼の人生を形作り、エイブラハム・リンカーンやラルフ・ワルド・エマーソンのような者たちと接触するようになり、雑誌、ネーションを発刊させることになった。 マサチューセッツ州知事ジョン・アンドリューから少佐に任官され、南北戦争中の大半は、マサチューセッツ第54不評連隊や同第55連隊、第5騎兵隊の徴兵活動に費やした。女性飛行士アメゲア・ヤハートは1925年にソーシャルワーカーとして働いている時にメドフォードに住んだ。エリザベス・ショートは、ボストン市の最南部地区であるハイドパークで生まれ、 メドフォードで育ち、名声を求めて西海岸に行った。1947年、ショートはハリウッドで殺人事件の被害者となり、ブラックダリア事件と呼ばれるようになった。この事件をもとに小説や映画が作られた。ピーター・アタフツの家はニューイングランドで最古のすべてレンガで作られた家だと考えられている。著名なブルックス家が所有していた奴隷のポンプが、 グローブ通りに建てた奴隷の壁は重要な場所である。ハーバードロースクール設立者の一人、アイザック・ロイヤル・ジュニアが所有していたアイザック・ロイヤル・ハウスはアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定され、地元の歴史博物館になっている。この家はジョージ・ワシントンやジョン・スタークなど、メドフォードからナショナルホッケーリーグには多くの選手を送り出している。ショーン・ベイツは、 メルローズで生まれメドフォードで育った。キースとカチャク、マイク・モリソン、デイビッド・サッコ、ジョー・サッコも同様である。メジャーリーグ・ベースボールのボストン・レッドソックスで、元投手だったビル・モンブーケットは、メドフォードで育った。実業家、事前事業家であり、ブルームバーグ社を創設したマイケル・ブルームバーグは、メドフォードの出身である。メドフォード高校に入り、 ジョンズ・ホプキンス大学を卒業した後までメドフォードに住んだ。2002年から2013年までニューヨーク市長を務めた。ブルームバーグの母は2011年に死去するまでメドフォードに住んでいた。アメリカ合衆国で唯一の洋膜幹細胞の精子バンクがメドフォードにあり、ジュセッペ・シモニが率いるバイオテクノロジー企業のバイオセルセンターが建設した。メドフォード氏は 北緯42度25分12秒整形71度6分29秒、北緯42.42000度整形71.10806度、42.42000-71.10806に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は8.6平方マイルであり、このうち陸地8.1平方マイル。 水域は0.5平方マイルで、水域率は5.79%である。ミドルセックスフェルズ貯水池と呼ばれる公園が北にあり、一部市域に入っている。この広さ2060エーカーの池は、ウィンチェスター、ストーナムの各町、メルローズとモールデン各市と共有している。ミスティック川は、市の中央を西から南東に流れている。市内には、 アイルランド系アメリカ人の比率が高く、地域のあらゆる地域に住んでいる。多くある地区の中でも、最も裕福なウェストメドフォードはかつて、ボストンのエリート家族の拠点であった。その中には、植民地以後のアメリカで最も裕福なものであり、チャールズ・フランシス・アダムズの義父だったピーター・チャードン、ブルックスがいた。また南北戦争の頃には、歴史的な、 アフリカ系アメリカ人の地区があった。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ケーブルテレビでは公共、教育、政府アクセスで3つのチャンネルがある。マサチューセッツ湾交通局の多くのバス路線市内を通っている。市内東部にはオレンジラインのウェリントン駅があり、ボストンや高速輸送システムと接続している。西側には ローエル通勤鉄道線がウェストメドフォード広場に止まる。ボストンのビッグニック計画の環境緩和条項で義務付けられるグリーンラインのメドフォード乗り入れが議論されている。2009年2月2日、州は正式にメドフォードを通るグリーンライン延伸を承認した。ボストンアベニューとミスティックバレーパークウェイの交差点近くが終端となる。提案に従えば終着駅に駐車施設はない。 この延伸によって、グリーンラインは1万人の旅客像につながることになる。ジョセフズリムジーン&、週刊高速道路93号線は市内を、ほぼ南北に通っている。その他修道16号線、道28号線、道38号線、道60号線が市内を通っている。1852年のボストン州ヘンズ、メドフォード市と鉄道線が見られるクリッパー線。 サッチャーマギョン、ありがとうございます。